今すっぽんベビーの水替えをしたところです。大体ですね1週間に1回の交換でなんとかなってるので助かっています。改めてですねまじまじと見ると捕まえてからどのくらいかな、数ヶ月、多分捕まえてから5ヶ月以上は多分経ってるんですけど、なんとなくこう大きさにばらつきが、出てますね。これこいつ、これなんか一番育ってますね。明らかに連れてきた時よりは大きいかなって気がします。まああんまり変わってないようなものもいますし、この一番右端のこれが一番小さいですね。でも連れてきた時よりは大きくなったのかな。まあこの環境でそこそこ食べてくれてるみたいなので、良かったかなって思いますね。これもね、小さいんだけど流木です。水路に落ちてたので持って帰りました。はい、こういうあのですね、流木といっても、そんな芸術的な形のものはいらないかなって、やっぱり流木に集まりますね。放っておくと流木の下に隠れたり、流木にしがみついて息継ぎしたり、流木の上でくつろいでたり、なかなか可愛い姿が見れます。で、前はですね、ほんとびっくりしたら容器の中をね、縦横無尽に飛び回るぐらい泳ぎまくっていたんですけどね、最近はですねそんなに驚かなくて、私の影があっても全然動かずにじーっとしてたりしますね。無人の部屋に置いてるので、私の人影に慣れているわけじゃないと思うんですけどね、1日1回か2回朝晩様子を見て餌を入れてるだけなので、そんなにこう濃厚な接触というかはしてないんですけどね、なんか結構慣れてきてくれてます。はい、お風呂場からいつもの定位置に連れてきました。はい、ね、今は水を変えたばっかりでそわそわしてたりするので、餌はですねだいたい1日ぐらい経ってから与えていますね。はい、すぐに与えても食べない時間が長いとですね、水の汚れ方がね早くなっちゃいますので、可愛いですね、すっぽん。なんか他のカメとはまた違う可愛さが、ありますね。今のところね、この環境で複数飼育でも成り立ってるみたいなので、しばらくはこれで早く大きくなってほしいなと思いますね。大きくなったらもうビオトープに放してほったらかしっていう、ね、理想的な飼い方ができるので、早く室内飼育をやめたい、そんな感じですね。はい。
匹流木の上でくつろいでますね。こうやって浅瀬としても使ってくれてるので、うん、流木はいろいろ、うん、使い道があるなって思いますね。ちょっとごめんよ、こっち来て。はい、あね、お腹がまだオレンジですね。ちっちゃいからね、まだオレンジなんだね。うん、ありがとう。あとこいつがですね、一番、おっとっとっと、逃げ足早いね。一番育ってるんですけど、さっきと比べるとね、こんな感じ。ちょっと大きめですね。危ない危ない危ない。ちょっと待って、危ない。いろんな意味で危ない。はい、お腹見せて。お、見てください、これ。薄くなってますね。オレンジが薄くなって、うん、もう少しで黄色っぽくなる感じかな。成長しますとね、お腹がクリーム色みたいな黄色になっていきますので、うん、その途中にありますね。うん、だからなんでしょうね、甲長猫の甲羅の縦のね、長さでいうと5センチぐらいに成長してれば、ほとんどもうお腹は黄色になっていると思います。はい、他のもどうかな。あ、これはね、さっきの今の個体よりちょっと小さめの個体なので、ちょっと、ね、ピンボケですいませんけど、少しオレンジが強いですね。オレンジはまあ個体差もあるんですけど、だいたい大きさに比例して減っていきますね。うん、かわいいな。ついでだからもう一匹誰か来て。誰か来て。こいつかな。でも前よりは全然なんかパニックにならなくなりましたね。うん、まあ久々に触るな。割と体つきしっかりしてますね、こいつ。いてててて。ね、ちょっとか、ね、噛みついてきたりするのはね、愛嬌ですね。あ、こちらは結構薄めですね。もうほとんどオレンジっぽさがなくて、黄色、もうちょい黄色って感じですね。ね、結構黄色に近いですね。なんか今自分の体噛んだのか。うん、この顔だけ見たらウツボみたいですね。はい、こんな感じです。